跳ねるの扉終了のショックを未だに引きずる。豚野郎。豚野郎って言われるんだよ。ショックのやつに豚野郎って言われるの。とんでもないショック療法だな、おい。終わったの？終わりましたよ、9月に。あら、はい。なんで終わったの？なんですかね、面白くねえからね。それは。それやっぱ終わるってことは面白くないですよ。見てる方がね。それはそういうことでしょ。西野が悪いのか。いや、西野だけじゃないと思いますよ、こうなってくると。もう世の中の流れも悪いんじゃないか。こうなってきちゃったら。もう未だに1年経っても言われるんだから、こうなってくると西野だけじゃないと思う。本当に我々も悪かったんじゃないかな。